ちゃん、こんにちは。末高さん、はい、まあもう開幕してもうね、もうさ、汗かいてる。なんか知らないけど汗かいてる。今日ね、ちょっと東京肌寒いんですけど。なあ、更年期もう更年期も過ぎだ。なんでしょ、代謝がいいんですかね。代謝がいいんだろうな。代謝がいいといえば、はい、今年のルーキーどうですか、代謝。あ、いいな。いいですよね。まあ去年もさ、良、はい、かったんだけど、やっぱ年々ルーキーが活躍するスピードっていうのが速くなってるな、はい、そうですね。しかも今シーズンって開幕からどんどんルーキーを使っていっているチームがすごく多いように感じるんですよね。ルーキーいや使えるもん。使えるからって。いや体がしっかりしてるから。ああ、だから昔はヒョロヒョロしてたから、はい、一旦体を作ってっていうさ、うん、ことを考えたんだけど、はい、やっぱ今の選手って体ができてるもんな、はい、そう、既に仕上がってきてますもんね、プロに入った時に。というわけで今日はちょっと豊さんがここまで見た中で、はい、このルーキーいいなという選手を何人かピックアップしてください。で、いっぱいいるけどさまず赤星、巨人のね、はい、勝たしてやりたかったな。あの、そうですね、あれさ、こうやってベンチからこうやって見ててるけど、はい、表情変えらんないもんなとか。しかもルーキーだし。いや、だけどね、やっぱりね、はい、オープン戦からずっとこうね見たりとかいろいろしてるけど、はい、この動画でも、はい、ブルペンの姿を使ったと思うんだけど ね、 やっぱセンスがいいわ、うん、テンポもいいし、はい、無駄なことしない。うん、ホームでも無駄なことがない。だからすごく綺麗でオーソドックスに投げてくるよね、うん、ということはこの省エネでいい投球をずっと長いイニングいけそうということなんですか。俺何回も言ってるけどさ、はい、先発でもいけるし、はい、中入れても面白いし、はい、抑えってなるとちょっとあれからも分かんない、まだちょっと物足りなさあるかも分かんないけど、はい、まあ、例えば5回6回を、はい、じゃあ2点3点上げるから投げてきなさいって言ったら、はい、責任は果たしてくるような、そんな感じがするな、うん、じゃあ中日戦で先発したわけですけれども、そのピッチングを見ていて、こう打者に対してどういうところがすごい。やっぱね、駆け引きができるよあの子は。それとやっぱここはボール、はい、ここはストライク、なんかしっかりこうスマートに考えられてるよな、うん、だからカウント負けすることはないし、はい、完成品なんだけど、もっと磨けばより完成度が高くなるという。さらにもっともっとってこと、ね、だからこのまま伸びしろがないかなと思うけど、はい、だから赤星は完成度がありながら伸びしろを感じるピッチャーなんだよ。だからセンスがあるんだよね。そういうことなんですね。ものすごいセンスを感じるんだよ。ということは今後この調子でいくとどういうピッチャーというか、まあ、今年何勝とかそういうのありますか。まあこのまま使い続けると10勝近くいくと思うし、はい、まあ、10勝も夢じゃないよね。おお、うん、ただ例えばこういう点にちょっと注意した方がいいよとか、そういうのってありますか。いやだからそこはセンスでカバーするんだよ。すごい。いやすごいんだよやっぱ、ひょうひょうとしてるしさ。そうか、やっぱセンスがあるなしってあるんだ、ね、ただね、そんなに大柄じゃないから角度がないんだよね、はい、ボールに、はい、うん、だから疲れた時、キレを失った時に打ち込まれる可能性っていうのはあるけども、はい、ただやっぱこう縦割れのカーブだとか、はい、ああいうのでセンスよくかわしていくのかなっていうふうに感じると、はい、いいんだよね。いいですね。好きなピッチャーなんだよね。豊さんがね。そうそうそう。で、今シーズン例えば原監督は、まあ、豊さん中継ぎでもやっていけるとおっしゃったんですけど、例えばちょっと疲れが見えたなとか思ったら一回外して例えば中継ぎとか。いや中継ぎ使わなくて一回ローテーションを飛ばしてまた使うとか。あ、また先発戻して。それでいいと思う。おお、うん。やっぱね、最初からね中継ぎもできるけど、はい、あんまりそう考えない方がいいと思う。先発で十分こう大きく育っていけるぐらいのピッチャーだと思う。はいはい、うん、まずはじゃあ巨人の赤星。赤星。はい、続いて大勢、同じく巨人の、まあまあ、巨人ね、ドライチですね。いきなり158キロだよすごいですね。すごいよね、あの場面で。いや、あの場面というかやっぱクローザーってさ、はい、ものすごくこうチームの勝敗を背負って最後マウンドに立つわけだから、はい、相当なプレッシャーもあっただろうし、開幕戦ということもあっただろうし、はい、まあ、初登板ということもあったよね、はい、まあ、その中で満塁までは行ったけども、うん、だけどやっぱあそこで抑えきれるだけのね、はい、やっぱ球威と度胸があるという。
で原監督ももう初戦のクローザーにいきなり使ってきましたよね。やっぱり使うんだったらもうそうだよね、最初からだよね、あんな準備させといて、はい、じゃあもう、はい、抑えができるようになったからっていうんじゃなくて、はい、お前を抑えでいけみたいな、やっぱその責任を与えたよね。だから初戦はもうとにかくもう勢いでどん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 押すようなことがあったんだけども、はい、2戦目になるともう落ち着いてたよね。早いですね。やっぱね、変化球も変化球でも三振取ってるし、はい、初登板の時はさ、もうとにかくボールの勢いだけで、もう無我夢中だったと思うんだけど、はい、もう2戦目からちょっと姿変わったもんね。すごいですね、うん、だから少しこう変化球を交えながら抑えたんだけどさ、はい、やっぱここら辺もやっぱ度胸の良さと、なんかね、小林に通ずるものがあるんだよ。ひょうひょうとしてるというかさすごいいい意味で、度胸がある、度胸があるというか、はい、だからこのピッチャーもやっぱこう新人王候補だよね。今はまあね、ちょっとデラルサ投手あんまり良くないで、ビエイラ戻ってくるとなると、これ併用するんですか？いやいや、大勢の方がいいよ。あ、じゃあもう固定で。これはなぜかというと、はい、精神的な強さは大勢の方が俺はあると思うよ、はい、あのね、両外国人こうフラ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 するので、ちょっと打たれたらね、もう動揺して、はい、でね、カーってバーッと抑えたをやるでしょ、はい、ああいうピッチャーに限って小心者が多いからね。確かに、あの制球難になっちゃったり。そう、はい、だから俺は大勢で行くべきだと思うよ。ということは、このままそうやって体制として使い続ければ、もちろんその昨年の広島の栗林投手みたいになる可能性もある。ある。楽しみです。いや、楽しみ。はい。はい、さあ、続いて。松川。お、ロッテの松川候補手。松川、初戦完封してな、はい。完封させたというね。すごいですね。まあ、そこら辺もすごいんだけど、はい、まあ、岸から初安打打つんだよね。はい、1打席目にね、カーブを見逃し三振だったんだよ。で、2打席目にそのカーブをライト前に多分打ったと思うんだけど、ヒットしたんだよね、はい、これ完全にやられたボールを狙ってたね、うん、ここら辺がやっぱね、ちょっと波じゃないよ。普通岸ってあれだけ多彩なピッチャーで、はい、ね、でベテランのバッターでも翻弄するのに、はい、松川はそのやられたボールをきっちり狙って打ち返したということがさ、はい、ちょっとゾッとしたね。キャッチャーもやりながらですか。うん、だから、いや、大成してほしいな、これは。まあ、去年まで高校生だ。いや、すごいよな。すごい。なんか、市立和歌山。あ、市立和歌山、はい。なあ、はい、選抜で大阪桐蔭にコッパ右にやられた。17回で、まあ、ちょっとあれ。記録まで作られた。はい。でも、そこにね、去年までいた。そうだよ。キャッチャーが今、プロで、ハリウッドスタメンマスクかかってる。あの子は。はい。先発ピッチャーと話してる姿でもさ、うん、やっぱちゃんと会話になってると思うんだよね、うん、で石川が言ってたけど、ルーキーじゃないみたいってやっぱりみんながそう思うんだよね、うん、で思わせる雰囲気があるんだよね、はい、だからもう本当にチームの中心になったら、本当ロッテって強いチームだと。だって佐々木朗希だってお前立ち上がりお前5者連続の三振だよお前。すごかったですね。それも松川のリードによるところもあるよ。あれそう考えるとやっぱりすごいルーキー。いや、いいキャッチャーだよ。ですよね。あれ、いいキャッチャーでルーキーというもう一人。安田な。そうですよね。安田も佐々木朗希から初安打、はい、いいピッチャーから打ったなおい。なんかお互いすごいですね。全く寄せつけないと思ったんだけど、はい、安田はね、はい、外にポンと高め抜けたものをこうな、はい、バーンと上から叩いて、はい、レフト前に持ってったけど、うん、やっぱ非凡なもんあるんだな。ですね。こんなに振らなくてもと思うんだけど、うん、まあそれが一つの売りだからね、はい、うん、だから彼もいいキャッチャーになるかもわからんな。楽天とロッテパリーグはね、今年ルーキーキャッチャー出てきてますからね、うん、なあ、はい、すごいな。こんな年もあるんだなっていう、はい、びっくりしましたけれども、はい、さあ他にはどうでしょう。隅田、西武のこれはね、うん、ちょっと一味違うな。だからもうちょっとルーキーではない感じですね。お前本当にルーキーかと思わせるぐらいの多彩だし、うんうん、まあこれよくみんなが言うんだけど、いろんなボールで勝負ができるよね、はい、うん、だからすごく魅力があるし、これ間違いなく受賞するよね。まあそうでしょうね、きっと。間違いなく俺受賞すると思うよ、うん、しなかったら打線の援護がなかったということで。西武打線、まあ、大体 1,2 点には抑えてくるような、はい、そんな雰囲気のあるピッチャーだよね、うん、ただ
まあ、夏場だよな、問題はな。そうですね、その1年間野球やったことはないだろうから、はい、だからその体力面がどうなのかっていうね、うん、ところがちょっと心配なだけで、はい、あと何の心配もいらない。もうね、任しときゃいい。そうですね、何も言わずに、山から打ってちょうだいよみたいな、うんうん、ね、でも、隅田の時に山から打ったしね、はい、だからそこら辺の相性もいいのかもわからないよね。そうですね、やっぱね、ピッチャーとバッターって相性あるから、はい、こいつが投げた時は必ずエラーするとか、俺もあったんだけど。誰ですか、どんなの。いや、関根っていうやつが先発してる時は必ずエラーしてる。な、それなんか、なんでか合わないんだよ。あるんですかね、相性。なんか相性あるんだろうな。阪神でもあれ、能見投手が投げてる時、マートンがよくなんかエラーするとか、とか、いやいや、ありましたよね。あるんだ、やっぱあるんだよ、うん、だから隅田と山川が相性が良ければ、うん、ここ勝つよ。おお、じゃあね、やっぱりこの西武の今シーズン浮上のキーを握ってるやっぱり一人と言っても、西武はいいよ、お前言ってましたもんね。いいって言ってたじゃん。ないいですね。いい、どうですか、はい、まあルーキー、まあ、はい、まあ、今日見ていきましたけれども、いや、まだいる。あ、まだいる、当たり前だよ、北山お前。あ、そうですね、日本ハムのお前先発だよ、先発しましたよ。そうですよ、うん、どうでした。あのね、まだ荒削り、うん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 、まだそうだな、先発としてはなかなか難しいかもわからないけど、はい、いいものは持ってるわ。三田さん、印象として、あのね、うんうん、グラシアルからね、はい、アウトコースのまっすぐで三振取ったんだよ、うん、あのボールなんか最高のボールだから、これが積み重なってきて、あのボールを投げれるように常時なれば、うん、もう絶対勝てるんじゃない。だからその新庄監督だったりとか、そのピッチングコーチたちもやっぱりそれ分かってるからこそ、もちろん先発に持ってきたってことですね。もちろんそうだな、三振の取れるピッチャーだよね。あ、うん、まあ将来的には、はい、日本ハムがエースになっている可能性もある、うん、ピッチャーでね、うまく育ってほしいけどね。そうですね、うん、だから経験をあとは積んでっていうところになってきますよね。まあ今シーズン本当にルーキーまだいるんだよ、ちょっと待って、まだいる、末金がいるだろう、ね、インターカープの。そうだ、そうだ、これがやっぱ初打席、ね、はい、タイムリーヒット打ったけど、はい、あの外にこう沈むようなチェンジアップを手いっぱい伸ばしてポーンと拾ったんだよ、はい、あれはね、開幕戦でなかなかできない、うん、やっぱ力が入ってる、力んだりとか、はい、いろいろしてるとああいうバッティングにはならないんだけど、うん、あれができたということはもう4番で育ててほしいって俺は思ったあのね、4番ではなかったんですけれどもね、もう4番でも育ててほしい選手ぐらいの台本になってくれるんじゃないかなっていう、俺は期待はしてるけどね。そうですよね、しかも開幕の前からずっと末金選手ってずっと結構注目されてきてたので、ああ、その中でね、ああいう打ち方ができたで、その試合3本打ったでしょ、はい、だからいや、やっぱ非凡なものがあるよね、うん、今年ルーキー多いですね、本当に。おいおい、ああで、まだ眠ってるルーキーたちももちろんこれ、ね、まだいるんだよ。まだ鵜飼がいるよあの中日のね、鵜飼選手、あの子の目はね、いい目してるわ、うんうんうん、ただ単に振るだけじゃなくて、はい、醸し出す雰囲気ってあるじゃない、はい、人には、うんうん、その雰囲気がやっぱ鵜飼はいいね、うん、で目がいい、目がいい、うん、何かを捉えるような目をしてる、うん、俺もそう見てる。それはもちろんね、はい、いろんなルーキーがいて、うん、いい目を持ってるルーキーもいるけど、その中でもやっぱ鵜飼っていうのはいい目を持ってる、うん、ということは、その3戦全部でスタメンだったわけではないんですけれども、うん、ここからはもうスタメンで常時ずっと使っていい選手っていうことなんですかね。まあ中日の課題っていうのは、うん、もうとにかく打つということだから、はい、打てれば、はい、とりあえず最初は守備は目をつぶってくれる。ああ、そうですね、その後に守備固めに行けばいいわけだから、はい、誰かね、うん、だから鵜飼もやっぱ見逃せない新人で。そうですね、他はもう大丈夫そうですか。もういいかないっぱいいすぎて。いや、いるんだよ。あ、キリシキがいる、阪神の。はいはいはい、いや、あのピッチャーもインサイドバンバンいくな。よかったですよ。いやいや、やっぱね、気象が俺いいと思うんだよ、あのピッチャーは、はい、もうバンバンインコースいくもん。おお、左ピッチャーで自分の最大の武器っていうのは食い込むまっすぐだっていうのをよく分かってる、うん、だからあとは変化球を精度よく磨いてくれば、はい、これもね、勝てるピッチャーだよ。
いや今年だから成熟して完成されて入ってきてるピッチャー多いんですね、まあ、でもねみんながねやっぱみんな同様に伸びしろがあるね。あまだ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 ある。まあ伸びしろを10とすれば、はい、まだ6、7割ぐらいでやってる。でも6、7割をああいう舞台で出せるルーキーがいるっていうことがすごいことなんだけど、だけど伸びしろはまだあるっていうふうに感じさせるそのルーキーたちっていうのはすごく頼もしく感じ。そうですね、うん、今シーズンまだね始まったばかりですけれども、この後も豊さん注目でポッと出てきたこのルーキーいいよっていう選手がいたら、はい、またこの動画で紹介してください。はい、はい